鈴木恵美、10歳の頃の写真を公開。モデルの鈴木恵美がインスタグラムにて10歳の頃の自身の写真を公開。幼少期から美しい彼女の姿にネットでは驚きや称賛の声が上がり、話題を呼んでいる。鈴木恵美インスタグラム。鈴木は、10歳の私2枚目はもうちょっと小さい時かな。大好きないとこのお姉ちゃんと、と綴り、自身の幼少期の写真を2枚公開。1枚目の写真は遊園地のような場所で撮影されており、幼き頃の鈴木は赤いトップスに黒いパンツを履いてスラリとしたスタイルを披露している。おでこを出したヘアスタイルがなんともキュートで、端正な顔立ちは現在にも面影が残っているように見受けられる。2枚目の写真はコメントの通りいとこのお姉さんと彼女のツーショットとなっており、鈴木は水色のノースリーブにパールのネックレスをしてバッチリとおしゃれに決めている。肌の白さや凛とした目元がとっても綺麗です。称賛&驚きの声が続出。幼少期から美人、出来上がりすぎ、彼女の貴重な幼少期ショットに、フォロワーからは、可愛すぎる、小さい時から全然変わってない、今と変わらずめちゃくちゃ美人さんですね、出来上がりすぎ、完成してる、やはり逸材、幼少期から美人要素がありすぎる、と称賛の声が相次いでおり、幼い頃から美しい鈴木の姿に驚きを隠せない人も多いご様子。また、いとこのお姉様もお綺麗、美の家系なんですね、と、彼女の持つ美の遺伝子。おたたえるコメントも寄せられるなど、大きな反響を呼んでいる。なお、同エントリーでは一児の母である鈴木へ、娘にめちゃ似てる、といったコメントも寄せられており、これについて彼女は、みんながそんなに言うなら似てるんだろうな、自分じゃあまりわからないよね W、と返信している。さぞかし娘さんもキュートなのでしょう。いつまでも変わらぬ美貌を保つ彼女の活躍に引き続き注目したい。ミミマン編集部。